それでは初めに宮田芸術監督よりご挨拶をさせていただきます。お願いします。はい、宮田でございます。本日は皆さんお忙しい中、またお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。2017-18 年シーズンが秋からスタートいたします。そのオープニング作品として、そしてまた、このシーズンは新国立劇場開場20周年になります。その記念公演の幕開けとして、ジャン・ジロドー作、トロイ戦争が起こらないを上演することになりました。節目の記念すべき年に大変ふさわしい、素晴らしい作品を上演することができ、大変我々も嬉しく思っております。簡単にちょっと作品のことについてだけお話しさせていただきます。これはおなじみのギリシャの刺激、ギリシャ神の中にありますトロイ戦争をもとにして書かれた、ホメロスの叙事詩がありまして、そのイリアスというのがありますが、それをもとにジャン・ジロド、フランスの劇作家が1935年に発表した作品です。トロイの木馬とかはね、ちょっとお聞きになったことありますけど、例のトロイの木馬が出てきた戦争に至るまでの、戦争に入る直前のドラマを戯曲にした作品です。この我々は実際それを歴史上起こってしまったっていうことを、知ってるわけですけれども、その戦争に足を踏み入れてしまった直前の、戦争の仕組みであるとかメカニズムについて、この逆説的な起こらないという逆説的なタイトルをつけてあるところに、ジロドーの非常に鋭い視点が生きている作品だと思っています。ジロドーは後にフランスの劇作家であると同時にフランスの、外交官にもなっているんですね。なのですでに外務省に勤めながら劇作をずっと続けていた作家でして、この作品にも、第二次大戦に入っていく直前の世界の情勢に対する作家の鋭い視線が生きていると思います。ジロドー自身も実際に第一次世界大戦、その前の戦争ですね、には自分も出征してるんですね。で、2度ほど怪我をしてます。で、実際にその戦争の悲惨さっていうのを身をもって体験した挙句、外交官になったジロドーはやはりこの戦争と平和に対して大変深い考え方を持っていました。この芝居の中で本当に鈴木亮平さんが演じてくださるヘクトールが戦争に疲れ、それで戦いを拒絶しようとしながら、それでも戦いに追い込まれていく、この姿にジロドーが作者自らの多分思いや姿を重ねていったんじゃないかなと思っています。きっと世界から戦争がなくなることがない、残念ながらその状況、そしてその人間のだから愚かさを重ねてきた歴史を描き出していて、それから今現在、非常に、不幸ながらその脅威を感じる時代でもあります。今こそこの作品が強い力で訴えてくるんじゃないかなと思っています。演出には、栗山民也氏、もちろんギリシャ劇にも非常に造形が深くていらっしゃいますし、それから日本の第一線を走る演出家として、人間と戦争、そして時代、戦争と平和、そういったテーマにいつも深い洞察力とスケール感の大きな世界観で舞台を作り上げてくださっています。そして今回台本は岩切章一郎さんにお願いいたしました。新翻訳でございます。岩切さんは2011年の五道を待ちながら、14年のアルトナの幽閉者、新国立劇場でも非常におなじみの素晴らしい、翻訳家でいらっしゃいます。岩切さんの、新しい翻訳によって非常に生き生きと自然な劇言語に生まれ変わったんじゃないかなと思っております。そして今日並んでいらっしゃる素晴らしいキャストの皆様にご参加をいただくことができ、本当に大変嬉しく、私自身もとても楽しみにしております。20周年にふさわしい骨太で現代性のある作品になると信じております。どうぞよろしくお願いいたします。宮田芸術監督よりご挨拶をさせていただきます。続きまして、本日お仕事の都合でどうしても出席がかなわなかった演出の栗山民也さんよりコメントをお預かりしております。
大変僭越でございますが、私の方から紹介させていただきます。世界最古の物語といわれる長編叙事詩イリアスを数年前に舞台化しました。その分厚い上下2巻の文庫本を読みながら強く惹かれたのは、この叙事詩が人から人へと語り継がれてきた声の交渉だということでした。その中に作品のキーワードがいくつも浮かんで見えてきます。戦争、暴力、権力、家族、愛、不信、そして孤独。それらはギリシャの昔から今の私たちにもつながっているものばかりで、その神話をもとに1935年にフランスの劇作家ジャン・ジロドーによって新たに書かれたのが、今回のトロイ戦争は起こらないです。この戯曲は第二次世界大戦勃発の危機を予感し、力強く精緻に、そして詩的にも醜く歪んだ光景の数々を映し出します。そのジロドーの平和への願いも虚しく、フランスはその4年後にドイツ軍の侵入を受けるのですが、ジロドー自身この作品の次第に戦争と平和を祈ると記しています。この劇の主人公であるヴィクトールは、相手を殺すのがまるで自殺のようだったと語ります。現在の核の時代では、一つの国家や民族だけではなく、それは全人類の自殺を意味することになるでしょう。自ら作り出したものに滅ぼされていくことこそ繰り返される人間の歴史なのですが、この劇の奥底から今も続く愚かな戦争のいくつもの断片が映し出されているのです。この文章を書いている今、テレビから沖縄の戦後72年の慰霊の日の映像が流れています。国籍など問わず、すべての犠牲者の名を刻んだ平和の礎、これに込めた多くの人の思いを心に刻みます。そして文学や芸術の持つ普遍の力を再び思い出します。この最悪最低の政治状況の下で、この作品の人間と時代についての有効性を見つめてみたいと思います。栗山民也さんのメッセージを読ませていただきました。ありがとうございました。さあ、それではここからご出演の皆様から一言ずつご挨拶を頂戴したいと思います。では初めに鈴木亮平さん、お願いいたします。今日はお集まりいただきありがとうございます。エクトール役を演じます鈴木亮平です。ちょっとすいません舞台はですね、1年半ぶりに立たせていただくんですけれども、前回ライオンのテラステータがありまして、カンボジアの王様の役、そして今回はトロイの英雄の役と、なんかこういうのが続くなと正直最初思いまして、ただ僕は世界遺産がとても好きで、世界の歴史も好きで、世界遺産検定も1級というのを持っているんですけれども、トロイもですね、世界遺産なんですよ、はい、その神話、長くなるとあれですけど神話の時代の話、作り事だと思われていたトロイ戦争というのはですね、実際にあったというのを信じたシュリーマンさんが発掘して見つけ出した町がトロイという遺跡でして、トルコですね、そうギリシャ時代の話だからギリシャ人かなと思うんですけど、トルコ人ですからね、そこはぜひお間違いがないと思うんですけど、はい、でこれはまさに僕の大好物の時代の大好物の話だと思って、よしと思ってこうレイホンクルの心待ちにしてたんですけれども、どうもですね、読んでいくとそうではないらしいと、古代ギリシャの実際にあった戦争をモチーフにしながらも、実際に書かれていることは限りなく現代に近い人間が犯す戦争という愚かな行為の仕組みだということを聞いて、僕はトロイ戦争のことよりもこの書かれた作家さんジロドゥさんのことに非常に興味を持ちまして、それら自分なりにこう調べてきたんですけれども、さっきもおっしゃられたようになかなか外交官になり、そしてその後情報局の総裁にもなってるんですよね、トップですよね
なので本当に国のこう汚いことを全て知り尽くして戦争の裏の裏まで知っている人が同時に自分も従軍していて現場も知っていると何を思ったんだろうなと思うんですよ、戦争に対して。で、戦争というのはおそらく100人が100人人道的には間違ったことが悲劇だというのは自覚していると思うんですけれども、それでも古代昔から戦争はなくならない、そしておそらくなくなら今後もなくなることはないかもしれない。じゃあなぜ人間は戦争を起こすのか、どういう経緯で戦争が起こるのかというのを生々しい現場を知っているジロズさんがこの半分神話の時代の戦争に何を込めたのかというところを僕は今回栗山さんとの稽古を通して自分ながら感じていきたいなと思いますし、普通の感覚で見たときに絶対に間違っているはずの戦争がどの角度で見たときに正しいものになってしまうんだろうというところを見つけていきたいなと思っています。共演者の皆さんとは皆さん初めてなんですけれども、特に夫婦役のアンドロマック役の鈴木アンさんとはダブル鈴木ということで相性はいいんじゃないかなと思っています。トロイの戦争時代のスペクタクルということではない深い深い衝撃をお客さんに与えられる作品になると思っておりますので、楽しみに見に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、それでは続きまして一郎真紀さんお願いいたします。この距離で大丈夫ですか、はい、あこの辺もお好きなようにしてください、はい、お願いします。この度、エレーヌ役を演じさせていただきます一郎真紀です、宝塚歌劇団を卒業後、ミュージカルをずっとやっておりまして、最近本当にストレートプレイなるものに挑戦をし始めたところでございます。そこでまた今回初めてフランス劇、そして長年恋焦がれておりました宮田さんとこうして関わらせていただきますこと、とんでもないです、本当です。それで栗山さんとも、ぜひご一緒したいなと思っておりましたところ、2つの夢が同時に叶い、そしてこの素晴らしい出演者の皆様とご一緒させていただけることを本当に嬉しく思っております。今鈴木さんが本当に学校の先生のようにいろいろ語ってくださったのでちょっと趣味を超えていらっしゃいます。もう稽古場でわからないことがあったら良平さんに全部聞いちゃおうかななんて思っております。でも本当にこんな素敵な、環境で新しい、分野にまた挑戦できることをとても幸せに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは続きまして鈴木杏さんお願いいたします。こんにちは、ダブル鈴木のもう一人の鈴木杏です。今日はありがとうございます。台本を一番最初に読んだ時の感想はやっぱりトロイ戦争は起こらないというその戦争を題材にしたもので、もちろんそのじゃあ戦争とは何なのか、そこに向かっていく人とは何なのかというすごい本質をつかれていて、こう胸がキリキリと痛むような気持ちにもなるんですが、そこに至るまでにところどころこうクスッと笑えるような人間らしいやり取りも同時に描かれていて、想像よりも笑える台本が届いたことに、驚きました。そしてすごく題材が題材だからこそそういう場面はとても大切なんだろうなと思って、そういう部分も含め、あと素晴らしいとてもセリフが詩のような綺麗な言葉たちばかりで、読んでいる時ですらそうなので、その稽古場で素晴らしい役者の皆さんはこう体から発せられたその言葉たちがとても今から楽しみです、まず
それぞれの役名を覚えることと役名を言うだけで噛みそうなんです。本当にアンドロマックっていう自分の役名ですらの覚えるのが大変でそういうところと、あの人物もこういろんな本当にたくさんの人が出てきて、みんな名前が難しいし、なんか幾何学者とかなかなか耳慣れない職業の人たちが出てきたりとか、いろいろこう慣れていくまでもう時間がかかるだろうなと思ったり、あと言葉が綺麗な分、じゃあ何を伝えるのかっていう、こう自分の中に、貯めておく、しっかりこう持っておくもの、それは何なのかっていうことを深く掘り下げていかなきゃいけなかったり、課題はたくさんあるんですけれども、すごく豊かで、いろんな今生きていること、世界だったり、まあ、社会だったり戦争だったりっていういろんなことと向き合える作品になっていくんじゃないかなと、今からワクワクしています。そのために自分が何ができるのかを稽古場で、一生懸命栗山さんと、そして皆さんと切磋琢磨しながら、探していきたいなと思っています。よろしくお願いします。続きありがとうございました。私も今日皆さんを紹介するところで鈴木杏さんの気持ちがよくわかりました。名前に、はい、頑張ってください。それでは続きまして谷田あゆみさん、お願いいたします。ギリシャ一の知性をやらせてもらいます、谷田あゆみです。オディッセウスっていう人はトロイの木馬を発案したっていうようなすごい知性で、ギリシャ軍の武将の中でもあんまりその体力的なこととかではなく、頭を使って戦うタイプだっていうふうに書いてあったんですけど、僕自身は体育会系なこの見た目なんですけど、でも全然中身が違って、めちゃくちゃ文系で、読書とか映画鑑賞とかそういうのだけで、運動は全然やってもらわなかったんですけども、まあ、だからして頭がいいわけでもないんで、してくださった。はい、僕は私突っ込んだ方がいいと思う。ああ、わかりました。僕自身シェイクスピアシアターっていうところでやって、シェイクスピアやってきてたんですけど、ギリシャ悲劇をやるのが2回目で、シェイクスピアとギリシャ劇の違いっていうのが、まあ、本当に女が強いっていう、その強い女に負けないように強い男を演じていきたいと思います。よろしくお願いします。何か伝わってきました、ありがとうございました。それでは続きまして三田和代さん、お願いいたします。三田です。今日はありがとうございます。私はアジアの小国トロイの、王妃であり母をやります。ヘクトール鈴木さんのアンちゃんは私の長男の嫁ということになります。あと、3人ほど子供がおります。それもお母さんっていう母親じゃなくて、非常にエスプリが効いたというか、非常に才気あふれる、もう発する言葉が全部このジョークか、皮肉しか言わないみたいな母親なんですね。例えば戦争っていうのは勇気という言葉を言いましたねっていうと、育児なしっていう言葉も言ってすぐパッとすぐさまやり返すような、非常にきちんに富んだ母親なんで、ちょっとこのエスプリ、才気あふれるこのユーモアがあって、いつもジョークを言ってて、そして皮肉っていうのはなかなか日本にはお母さんとしてのイメージはあるんですけど、そういうタイプの女性ってこうフランス人の感じがするんですよね。それで私も本を読んで、ああ難しいなと思いまして、私舞台やって50年やってきたんですけど、ちょっと今までにないキャラクターの役を今回初めてやるので、50年やってきたからって、その経験が芝居やるときいつも思うんですけど、何の役にも立たない、スタート地点はみんな同じなんですね。
だから一つのもう今まで試したこともない新しい役をやるっていうことに今非常に、不安とそれから、少々興奮して喜びも感じてます。楽しい勇気ある意気地なしにならない稽古場の30日を送りたいな。それでお客様になかなか面白かったねって言っていただけるお芝居を皆さんと一緒に作り上げていきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さあ、それではこれより質疑応答に移らせていただきます。